鶴田浩治は日本の俳優、歌手、昭和を代表する映画俳優の一人として数多くの映画やドラマに主演。戦後派として登場し甘さと陰りを兼ね備えた風貌で一躍トップスターに踊り出た。若い頃は絶世の美男子としてアイドル的人気を博したが中年期からは人気映画や戦争物で見せた渋い魅力で、 日本映画界を代表するスターとして長らく君臨した。また、歌手としても独特の哀愁を帯びた声と歌唱法で知られた。兵庫県西宮市出生。戸籍上の出身地は静岡県浜松市。本名は小野英一。西宮時代、父と母が結婚していなかったのは鶴田の父である大鳥の家が鶴田の母との婚姻を許可しなかったためである。 鶴田の母は鶴田を連れて西宮から浜松へと移り住み別の男性と婚姻した。母は水商売をして生計を立てていたため幼かった鶴田は目の不自由な祖母と狭い長屋で暮らしていた。祖母は鶴田の母を産んだ際に栄養失調によって失明。祖母との二人暮らしは極貧そのもので洗面器で米を炊いていたという。 ほどなく、祖母が高い。家でたった一人の生活となる。母会いたさに、遊郭へ一人で向かったが、客商売の仕事中だった母は相手にしてくれなかった。その上、義父は、博打好きで幼児期には、貯金箱を割ってまで金を奪ったりさらに釣るたが、映画界の大スターになってからも不在地を狙って、博打代金を借りに来た。こうした、幼少期の思い出から、 鶴田は嫌いなものに夕日をあげている。また、鶴田の娘も父の少年時代の思い出話について、友達と遊んだとかそういった、ほのぼのとした話題が全くなかったとしている。14歳の時に、俳優に憧れ当時時代劇スターであった、高田光吉の劇団に入団。この花商業学校で学び、19歳で、関西大学専門部商科に進学するが、その年に、 学徒出陣令により徴兵され、学校での勉学は続けることができなかった。終戦まで海軍航空隊に所属し、この時の体験がその後の人生に強く影響を及ぼした。また、22歳の時に薬の副作用で左耳が難聴になってしまう。1951年公開の小畜映画、地獄の血統に出演した際、 共演した歌手の田畑義雄に歌唱方法についてのアドバイスを受け、以後、鶴田は左耳に左手を添えて歌う、という独特の歌唱スタイルになった。また歌う、蔡のマイクの持ち方も独特で、白いハンカチで包んだマイクを右手で持ち、右手小指を立てる、というものである。1948年、高田光吉と大曽根達夫監督の尽力で招畜入り、 芸名の鶴田浩二は師匠の高田孝吉に由来する。映画界へ身を投じたものの、最初は欧米に入れられた。いくつかの映画に、早くで出演したが、すぐに頭角を現し、長谷川和夫主演の松竹、勇教の群れで、本格デビュー。1949年、フランチェスカの鐘で、初主演。佐田慶治、高橋定治と共に、松竹。 青春サンバガラスと歌われヒットを連発。1950年代に入っても甘い美貌と虚無の匂いを漂わせ、スターガイドを登り続け、芸能雑誌、平凡の人気投票で、2位の池部良、3位の長谷川、和夫を大きく引き離しての第1位になる。マルベルドのプロマイドの売り上げも1位となる。甘い2枚目からサラリーマン、侍、軍人、殺し屋、 ギャングに至るまで、幅広くこなす。高田光吉主催の打ち上げパーティー演説で、高田は必ず、締めをつれた、歌え、歌い終わると、相変わらず下手だな、皆さん酔いが覚めたところでお開きにしましょうだったのが、実は、歌の訓練の親心だった。1952年には、戦後の俳優の独立プロ第一号となる、新生プロを起こした。 SKD のトップスター、ターキーこと、水野滝子らが所属タレントとなった。恋人と噂された、騎士子と共演した、戦後初の海外ロケ映画、ハワイの夜も大ヒット。戦後最大のロマンスと言われた人だが、騎士が所属する小畜はそれを許さなかった。鶴田は、自殺未遂事件を起こす。同年、男の夜局で、歌手デビュー。 歌手としてもヒットを飛ばし戦後の日本を代表する大スターとなっていく。左から、尾野光、田岡和夫、鶴田1953年1月6日午後7時頃、大阪、天皇寺で鶴田孝治襲撃事件が発生した。鶴田は、三空ひばりの芸能界の兄貴的存在であり、ひばりの後ろ盾である山口組三代目組長の田岡和夫とは、 窮地の間柄であったにもかかわらず、起きた事件であった。後に、田岡は、鶴田と会う機会があったが、田岡は、脅しや暴力に屈しない、鶴田の筋を通す生き方を認め分か信仰を深めることになっていく。三代目の前で、堂々としているのは鶴田ぐらいのものと、周囲が驚くほどであった。1955年、マネージャーの金松蓮吉が、 生産狩りを飲み死亡。1956年1月15日、元山口組工業部の西本十三が関西喫煙、光丸から海に落ち死亡。いずれも自殺とされているが、原因ははっきりしない。映画界のトップスターを襲った鶴田工事襲撃事件は大きく報道され、当時まだ一地方の組織であった山口組が一気に 全国的知名度を持つことになった。それと同時に山口組の機嫌を損ねると、ひどい目に遭うという恐怖を、日本の芸能界工業界に定着させることになった。1954年生産な事件の後も人気は、衰えず、1953年夏、野戦遺憾後府ではたった1日の高速で出演料が300万円という、日本映画史上最高額のギャラを得る。 これまで小竹との契約ギャラが1本につき180万円で45日間、高速であった。ちなみにこの年の映画館の入場料は80円であった。もっとも小竹入社駆け出しの頃は1本が15万円という、発給だった苦痛も味わっており、それが、小竹大社と独立プロ設立につながったと、牧野正宏監督はコメントしている。 花道を通る間に真っ白い着物が、女性ファンの口紅で真っ赤になるほど、広ロちゃん人気は凄まじく、平凡や、明星でも、人気投票ナンバーワンを守り続け、昭和20年代最大のアイドルとして君臨した。ユ次郎以前の映画界において、抜群の集客力であった。新生プロは、ハワイの夜の他八太郎傘などヒット映画を、複数出し、 クレインズクラブプロも主催したが、信頼していた経理担当者に2000万円を持ち逃げされ、鶴田は独立プロの難しさを実感し、フリーとなり、松竹、新東宝、大英、東宝の各映画会社で主演した。だが、東宝のプロデューサー藤本雅美は、稲垣博監督三船敏郎を主演。 宮本武蔵三部作で、佐々木小次郎を演じさせるために、小竹から引き抜いたとコメントしており、真偽は不明である。1953年には、海軍飛行予備学生の主記集を原作とする、独立プロ系作品、雲流るる果てに、に主演。レッドパージで浪人中だった家城、三四監督、木村伊沢ら進撃系の共演人とは、 特攻官をめぐって対立することもあったが、夜を徹しての討論などでは高まりを解き、初期の代表作となった。鶴田は死者で一目もはばからず、泣き続け、天皇陛下にご覧いただきたいとも発言している。東方との契約では、必ずクレジットのトップとすること、専属マネージャーを帯同するなどの条項が入っていた。鶴田は、東方のスタジオにも、大スターらしく、 常に、大勢の取り巻きを連れて入った。しかし、それは、三船敏郎や戦前から活躍する、大御所俳優、大監督でも、専属のマネージャーはもちろん、付き人、個室もないという民主的な社風の東方では、スタッフの反発を招いた。1955年の、宮本武蔵間欠編決闘岩流党では、淳主役で、佐々木小次郎役の鶴田が、 主演で、宮本武蔵役の参戦を差し置いて、クレジットのトップとなった。1955年、大英で、山本藤子と共演した、不景図湯島の白梅での美しく、悲しい恋愛シーンは、今も語り継がれている。しかし、1956年の、日本橋、市川根監督。原作は同じく、泉京華にも出演予定だったが、 撮影所所長と交際していた、ある女優を寝取る、というスキャンダルを起こし、降板となる。1958年、東宝と専属契約を結ぶ。主演作を作り続けるが、専属初主演は、旅姿ネズミ小僧で、岡本喜八監督、暗黒外の顔役と、暗黒外の対決は、工業的にも、作品評価も高い成功作だが、いずれも、 名コンビだった、三船敏郎の方が評価が高く単独主演では、かつてのような大ヒットに恵まれず、初めてのスランプを味わう。1960年、東映のゼネラルマネージャー的立場にあった、岡田茂が、第二東映の設立による、役者不足を補うため、現代劇も、時代劇もできるいい役者はいないか、と、春藤博士に相談し、それなら、 鶴田工事がぴったりやと都市藤が鶴田をくどき、当時は五社協定があり、遺跡は難しかったが、東方の藤本雅美プロデューサーに相談すると、どうぞ、どうぞと、東映に円満遺跡となった。時代劇ブームを巻き起こした東映京都撮影所に、比べヒットがなかった現代劇の東映東京、撮影所の救世主となるべくして、交代偶で迎えられる。 1> 第1回作、砂漠を渡る太陽で、医師役に奮したのをはじめ、現代劇、時代劇、ギャングのと数々のジャンルの作品に主演し、重厚な演技を見せたが、決定打に欠けていた。オールスターキャスト時代劇には一度も招かれず、低予算映画ばかり出され腐っていた。1963年、人生劇場美社格に主演し、大ヒットさせる。鶴田を主演で起用した。 岡田茂プロデューサーの感の良さが、鶴田を人気映画のスターに押し上げた。カムバックに成功し、ここから世に言う、人気映画ブームが始まる。時代劇の投影と言われた同社だが時代劇では、客が入らなくなっており、多くの俳優、監督、スタッフを解雇せねばならぬほど社は傾いていた。この大ヒットを機に、薬剤映画会社に変貌を遂げ、成功。 鶴田も、人気路線のトップスターとして、高倉健と共に、多くの薬剤映画に出演。熱狂的な支持を得た。薬剤映画は、テレビの普及で他社の映画館に、観光庁が泣く中、多くの監修を集め続けた。人生劇場シリーズ、バクトシリーズ、明治強科伝三代目、襲名、関東シリーズ、爆撃打ちシリーズ、人間魚雷アーカイテン特別攻撃隊、 オールスターの列伝シリーズの主演は特に有名。1970年12月25日にリリースしたシングル傷だらけの人生が大ヒット。1971年の第13回日本レコード大賞で大衆賞、第4回日本優先大賞では大賞を受賞し、同名で映画化もされた。このヒットを契機に、 テレビの歌番組へも積極的に出演するようになり、自身の作品以外に、軍歌や戦時歌謡なども、レパートリーとした。第二次世界大戦中に、海軍軍人として、多くの戦友を失ったことから、戦争の悲劇に対する思いは人一,一倍であり、それが、役者人生の原動力にもなっていたと言っていい。一方、テレビドラマにも黎明期から出演している。 中でも1976年から1982年まで放送された NHK のドラマ男たちの旅路シリーズは大ヒットとなった。1985年に肺がんの診断を受けるが本人には本当の病名が伏せられた。翌1986年に病をして主演した NHK のドラマシャツの店が遺作となった。その後、 闘病生活が続いたものの、1987年6月16日に、東京都新宿区の慶應義塾大学病院で死去。62歳没。鶴田の葬儀の際には、多くの戦友や、元特攻隊員が駆けつけ、鶴田の亡骸に、旧海軍の第二種軍装を着せた上、棺を朝日旗で包み、戦友たちの歌う文化と、早々ラッパの流れる中を送られていった。 長寿は、池部良が務めた。個人の意思により母妃は、高野山、奥野院、位牌は高野山田家人に安置されている。母所は、鎌倉霊園。鶴田の没後、少年期の多彩な女性関係や、母親の証言による、衝撃的な出生の言われ、財産分与等についてのスキャンダラスな報道が、マスコミで報道され、家族は、精神的な痛手をこむった。 上の記述の通り元海軍軍人である。若き特攻隊員の苦悩を描いた、ウンナがルル果てに、に主演して、以来、特攻隊の出身、特攻崩れだとしていたが、実際には、元多い海軍航空隊整備課予備士官であり、出撃する、特攻機を見送る立場だった。戦後、元特攻隊員と称するようになるものは、多く、一つの流行でもあったが、 鶴田はあまりにも有名人であるため同体の占有会にバレ猛抗議を受けるが一切弁明はしなかった。黙々と働いては巨額の資材を使って戦没者の遺骨収集に尽力し日本遺族会にも莫大な寄付金をした。この活動が政府を動かしついには大規模な遺骨収集団派遣につながることとなった。また各地で 戦争体験、映画スターとしてなどの講演活動も行った。生涯を通じて、亡き戦没者への熱い思いを貫き通した。これらの行動に、当初鶴田を冷ややかな目で見ていた、戦友会も心を動かされ、鶴田を特攻隊の一員として、温かく受け入れた。一方、鶴田の死後の娘の回想によると、戦友会等からの苦情は、 一切なく、それは登場員ではなくとも、鶴田を自分たちの一員と認めた元隊員らの配慮によるものだったと理解し感謝していたという。特攻隊域残りの経歴については、映画会社が宣伝の一環ででっち上げ、本人も積極的に否定せず、特攻崩れを自称する当時の風潮に迎合しただけというのが実情とされている。特攻隊員を見送る立場であった経験から、 実際の特攻隊の生き残りよりも本物らしく演じ、男たちの旅路においてはこのイメージが最大限に活用された。中尾照子との間に三人の女の子。長女、歩み、次女千尋、三女左成子三女は、女優の鶴田沙耶香なお、弟と称していた俳優の北斗学は、若い頃の恋人との間に生まれた実子である。自慢としては、 次女の長男は、清本節蛇見線方の清本人志子と武次女の次男は、歌舞伎役者の二代目、小野江うである。男性ナンバーワン、岡田真理子と鶴田。1949年の男の夜局で、歌手活動を始める。これは、師匠の高田幸吉から、鶴田は、歌がうまいと聞いたポリドールに懇願されたことによる、ものであった。しかし、 本人はこのデビュー曲について、いやいや連れて行かれたスタジオで、無理やりレコーディングさせられた曲と、後年語っている。それが40年近い歌手人生のスタートであったが、それ以来彼は歌う場面であっても、あくまで、俳優の鶴田浩二として挨拶し、歌手が本職であるという態度は修正取らなかった。歌手は、本業ではないという謙虚さゆえか、 ハンドマイクで歌う際は持ち手をハンカチで包むようにして手の汗がつかないよう気遣いを見せた。上述にもあるように左手を左耳に添え音程を確かめるように歌う姿とともに鶴田独自の歌唱スタイルとして広く知られることとなった。1960年頃までの歌手としての鶴田は甘い歌声で恋愛を主とした映画主題歌などを歌うことが多かったが、 好きだった、ヒット後はそれほど大きなヒットに恵まれなかった。しかし1960年代半ばから、人気映画や戦争映画への出演が増えたのに伴い、人気や中年男の悲哀、そして戦友への沈魂化を、渋みの加わった声で熱唱する、新たな一面を見せるようになっていった。それを代表するのが、傷だらけの人生、そして、同期の桜である。 また、こうしたオリジナル曲の他に、鶴田は、軍歌も、多数歌っている。また、戦前の流行歌のカバーの他、フランク長い、和田博史とマヒナスターズ、石原雄二郎などのカバーもしており、生涯歌った曲は、約200曲を数える。2009年、地元娘、鶴田さやかは CD、涙の宝石内で、現在の編集技術を使って、赤と黒のブルース。 好きだったのに曲で鶴田とデュエットしている。初期ビクター時代、ありがとうございます。